はい、恐れさんです。ドラゴンクエスト2初見実況です。はい、これね、紋章を一つ手に入れました。あとですね、いくつかな、まだちょっとわかんないんですけど、今回からですね、ちょっと他のところいろいろ回ってこの紋章を探してみたいと思います。鍵とかもねあるんで、まだ開けてないところあると思うんでね、まあちょっと回っていきます。祠がある。なんだこれ。よし、あ、初めてかな。おほう、それが金の鍵じゃな。ちょっと借りるぞ。おい待て持ってかれたよ。はあ、ああ返してくれですね。はい、ほんまに返してもらったかな。よし、俺も行こう。これがどこに繋がってるか。これだけじゃわからない。あ、なんか来たことあるような気がするな。じゃあちょっとこっち。ここは来たことあるね。安らぎを与える、それは幻じゃ。はい、こいつも話したことあるからな、おそらく。参っちまったよ。そうですよね、金の鍵は持ってますわ。なんで金の鍵までの扉は開けれると思うんで。あ、町だ。初めてかな。ちょっと記憶がね飛んじゃってるんで。なんか来たことあるかな。ベラヌールにようこそ。覚えてない。ラゴス知らんな、そのとかあれがそうじゃないのか。鍵合わない。あ、これ牢屋か。力の盾を買いました。よいしょ。あ、増える増える。やっぱ増えるね。いいね。風のマントって意味があるのかな？はい。はい、伝言。炎の祠。太陽の紋章があると。おお。で、場所はどこですか？言ってくれない。おい、言ってくれよ。ヒント多すぎか。うん、思想が出ています。はい、マジっすか。名前つゆの糸を聖なる織機で織ると。なるほど、水の羽衣を作ってくれるっていうんですけど、その誰かがいると。このように一人だけ。うん、あ、なんかね、魔法の力が付与された武器があって、それを道具で使うと結構いろいろと効果が発揮すると。あの魔導士の杖も確かそうですよね。あのギラの、うん、ギラのね効果が出るっていう。あ、これ誰だろう。はい、ずっと東、世界樹の木。あ、このゲームにももう世界樹の葉が出てくるのか。ちょ、こっちね。なんだここ。金の鍵ですね、これ。はい。教会か。あ、なんだ、ロールシアだったのか、ここ。敵も弱いし、なんだと思ったよ。ここも見ていこう。何かあるかもしれないからね。でもな、一回来てるしね。確か。うん。
あんまり会話変わってなさそう。で、これ王様だよな。はい。アイリンはここにおりまする。なんで聞こえないんだよ。寂しいな。ここなんかあるかな。何もないと。裏とか。何もないと。まあ、そうそうないよね。で、あれも話したことあるな。確かラーの鏡の情報ですよね、これ。あ、そうだよね。ラーの鏡。で、階段がここに確か。あ、こっちから行けないのか。階段があって、そこにも誰かいたような気がする。雑魚ばっかだな。一応、ドラマだ使おう。どこだ？これか。あれ？一回渡ったら、またつけないとダメなのか。ちょっと仕様が違うな。ドラクエ4のトラマナしか僕知りません。なんかある。誰もいないか。あ、倒れてるね。はい。ラーの鏡。なくなっちゃった。あ、魂だけ。もしやその姿は、アイリン姫様ではある。そうでしたか。そうでしたか。ほっとして成仏したと。ここには何もないですね、じゃあ。さて、サマルトリア。ここ、なんかあるのかね。なんもなかったような気がする。ハーゴン。この話はあったもんね。あ、牢屋だ。はい。銀の鍵。銀の鍵。もう金があるから大丈夫だね。鍵がある。これは何の鍵なの？牢屋の鍵か。そうか、牢屋の鍵を手に入れダメなのか。教会と。あ、ここ、なんかある。タバカラ箱だ。よくぞ来た。うん。あ、はい、ありがとうございます。あ、ロトの盾じゃん。そうか、宝物殿にあったってことか。とりあえず捨てよう。これでいいかな。はい、ロトの盾をゲッチューです。盾の画像、かっこいいっすね。で、これロトの剣。盾、お、強い。なんか、勇者無双ができそうな。結構増えたな。妹の部屋か。はい。ちょっと覗いてみよう。いい絨毯。あ、お兄ちゃん。そうだよ。危ないからついてきちゃダメだよ。それは俺の仕事なんだからさ。で、あとは王様ですか。なんか言うかな。久しぶりです。おお、ランドではないか。うん、それだけか。はい。最後は、ローレシアです。いや、久々の故郷ですよ。どこ行ったっけ？全く覚えてないっていうね。この扉は、これ何なんだろうね。これ銀じゃないのかな？
はい、はい、あ、喋っちゃった。で、こっち側は、あ、はいはい、まあ、変わってないか。あの扉ね、俺銀の鍵持ってない。これ金だよね。で、取ってるよね。そうか、銀の鍵も取ってないか。マジか。まあ変わってないからね。じゃあちょっとその銀の鍵も取りに行く羽目になりました。ちょっと効率悪いな。いや、守っといてくれ、お城さん。父さんを守っといてくれ。じゃあどうしようか。この先行ったよね。一番最初に行ってるし。でも鍵がないといけないとこがあるか。はい、あ、おお、ここか。ここどこだ。とりあえず戻ろう。いや、やっぱ行こう。まず外周回ります。覚えてなさすぎだな。で、あ、祠がある。来たことあるかな。鍵がなかったかも。うん、銀の鍵だ。ほら、やっぱ来たことあるね、銀の鍵。ああ、なるほど。こっち側からは、あ、出ちゃった。間違えたわい。そうか、じゃあ銀の鍵もどっかで取りますか。とりあえずここ入ろう。うん、来たことないか。どこだここ。お城かな。ね、お城の通路っぽい。好き、この前も旅の戦士と。お、っていうこと、闘技場か。もしかして。あ、闘技場だわ。バニーガールがいる。で、この猛者。格闘試合。はーい。あ、出ちゃった。じゃあ、王様の先か。王様いるの？それか反対側かな。ここは戦いの広場。はい。はい。女性もいますけどね。女性も強いですよ。あ、やっぱり、闘技場。で、王様と。はい、デルコンダル。はい。もしわしを楽しませてくれたなら、そちたちに褒美を飛ばすよ。はい。やりますよ。キラータイガーか。あ、こいつね。なんか強そうな色じゃないですか。こういう時はマヌーサで行こう。
まずさ、食らうかな。ランドじゃないな。とりあえず攻撃。で、マヌーサと。どうせ攻撃しかしてこないっすよね、こういう。あ、結構食らうね。手堅くいこう。あら、倒しちゃった。弱い。弱すぎるぞ。なんだ、負けた戦士。弱すぎるぞ。あっぱれあっぱれ。わしからの褒美じゃ。あ、月の紋章じゃないですか。おい、2個目だよ。あ、紋章って結構こう、トントン拍子で手に入るもんなのかな。本来は。意外と早い。なんかもっと苦労して手に入れなきゃいけないと思ってたんですけど。これじゃあ2つ目っすね。で、何もないか。あ、あそこ行けるな。何か落ちてんじゃないですか。何もないね。で、このまま下行くと、あ、町ね。はいはい。ガイアの鎧を探している。武器屋の親父が持ってる。ここから、あ、あ、そうか、ここあれだ、城の入り口のとこだね。隠し扉かなんかがある。あ、ここですよ。預かり所。で、これ、武器屋でしょ。あ、売ってない。ガイアの鎧。売ってないな。じゃあ、あの宝箱か。階段から行けるね。あれ？いけない。はい。海に。あ、振るか捨てる。海じゃねえ。占い師。うん。東。東か。デルコンダルから東に進むと。はい。財宝ともに海に沈むそうです。山彦の笛か。山彦の笛は、あれ、俺持ってたかな。あ、何かアイテムがあると、ね、反響するってやつですよね。で、こっから、あれ、ここじゃないのか。一応寝とこう。ってなると、こっち？あ、ここはぐるっと回ってこないとダメかな。扉ないもんね。念のため、ドラマだ。あ、階段だ。お、牢屋。ここにいられ10年になる。うん、金の鍵を手に入れろ。持ってますって。はい。ね、あるよね。やっぱり銀がないな。で、こっち側から、あ、行けた。はい、来ました。ガイア、ガイア。お客さん。細かいな。はい、聖なるナイフと。聖なるナイフって強かったっけ？まあ、とりあえず、この辺りを。あ、弱い。全然弱い。はい、来ました、ガイア。誰装備できるのかな。多分、ベジータとランドの二人かなと思うんで。まあ、この辺、捨てとくか。
お、いいね。はい、ということでベジータが強くなったと。さて戻ってきたけど、ここからじゃあ、どうしよう。ちょっと回ります。あ、来た来た来た。見覚えがない。見覚えがな。敵弱いな。これ弱いでしょ。ね、じゃあやっぱ来たことあるな、ここは。さっきのデルコンダルで話してた、占い師とね、話してた東に行くっていう件、それをやりますか。うまくいけば何かあるかもしれないし。あ、なんかある。お、なんだここ。深いな。あら、ガンガン行くけど。まだある。なんか地下鉄の駅みたい。お、何もない、何もない。ここあれか、何かアイテムがないとダメか。ダメっぽい。アイテムか。アイテムなんてもうほぼね、今わかるのは、まあ、紋章と、雨露の糸で編んだもの。この二つかな。この裏側とか。何もないね。じゃあ、後かね。ここなんだ。囲まれてるような。入らせてもらえない。で、あ、ここデルコンダルか。了解。じゃあ次回は東に行こう。